HTC Magic は HTC によって開発されたスマートフォンである。液晶画面は3.2インチのハーフ VGA 液晶ディスプレイで静電容量式のタッチパネルを採用している。タッチ画面を使ってウェブの閲覧、メールの作成、地図アプリなどを快適に利用できるようにしている。文字入力を含む基本的な操作は液晶画面のタッチだけで操作できる。 またタッチパネルの補助として画面の下にトラックボールがある。標準のホーム画面にはウィジェットやアプリケーションソフトウェアのアイコンなどを設置できる。ホーム画面は3ページで構成されフリック操作でページを切り替える。マルチタスクが利用可能である。それによりアプリをダウンロードしながら他のアプリを起動したりブラウザを見ている最中に新着通知が来たりする。なお利用していない。 アプリなどは自動的に閉じる仕様となっている。アプリや OS の更新ファイルがアップされると通知される。GPS や地磁気センサー、加速度センサーを搭載しており、現在自分がいる場所だけでなく、向いている方角もわかる。詳細は、Android Dave フォーンを参照 Google デベロッパーデイ2009の参加者にのみ配布されたスマートフォンである。Android デーブ・ホーン・イとほぼ同じであるが、以下のような違いがある。ドコモプロシリーズ HT-03A は、HTC マジックのドコモモデルにあたる、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。日本初の Android OS 搭載のスマートフォンであり、ドコモプロシリーズに属する。歴史、編集 i モード、編集 HT-03A は、i モードには対応しておらず、 モペラウなどのプロバイダ接続を行う必要がある。ただし i ドドットネットを応用したアプリが開発され、そのアプリを使って i イモードメールの送受信や新着通知が可能である。2010年度半ばには通常の i イモードメールが対応すると発表されていたが、その後ドコモが自社スマートフォン向けに提供した SP モードメールには対応せず現在に至る。試供品。 編集主な対応サービス。編集対応プロファイル。HSP、HFP、SPP、A2DP、AVRCP 対応プロファイル。HSP、HFP、SPP、A2DP、AVRCP。ありがとうございます。